ワット・トラパントーンは、タイの北部、スコータイの旧市街となる、スコータイ歴史公園にある、仏教寺院である。ワット・トラパントーンは、金の池の総意を意味する。寺院は、スコータイの東側の城壁に近い場所にあり、都の東門である、カムパン白門の近隣に位置する。銀の池として知られる西側のワット・トラパングーンと、タイをなす寺院である。 寺院自体は池にある人工の島にあり、城壁内の中央を通る道路より、歩道の橋を経由して渡ることができる。仏道と仏道仏足石もともと14世紀頃に創建された寺院であり、スコー対様式として典型的なスリランカ式の仏道があり、中央の仏道の周りには八基の小型の仏道が見られる。簡素な本堂は、1917年に、 スコータイ軍長により建立された。寺院の最も重要な美術品として仏足石があり、その仏陀の足跡は仏塔近くにある現代の仏堂の中にある。二十世紀中頃、ワット・カオ・プラバートヤイという西の丘の寺院により移されたもので、仏足石は三百五十九年、スコータイの王里隊の統治時代にアウンハイロの石で創作された。ワット・トラパンとオームは、 歴史公園の内現代の僧院として、僧侶たちが生活を共にする唯一の寺院である。ありがとうございます。